どうも、バスオタレガダマです。今ここは、はい、私学館大学というバス停の前ですね。はい、次回はです、次回、というか、まあ、第1次が合体プロジェクトの感想をしてもらいますですね。はい、まあ、ちょっとバスオタレは少なめでしたがね。はい、でも愛知環状鉄道とあそこはやられたのが良かったかなと。最初の2回目最初の挨拶と、なんだっけ、はい、三好市のコミュニティバスを紹介できたのは最高でしたね。はい、では次回の予定なんですが、まあ、次回の今週の次回というか、まあ、なんていうか、はい、次回の予定なんですが、そうですね、なんていうかな、はい、次回の予定なんですが、バスを立てる方がメインになりますね。はい、まあそんな感じです。で、次はどうするかというと、はい、まあ適当にやっていきますよ。まあ、結局言ったら無責任なことになっちゃうので、まあそうですね。で、もう一回反省の意味を込めて第1次合体プロジェクト の感想を言いますと、まあ、ちょっと至らない部分が多くて失敗も多かったかなという感じのあれでした。はい、ちょっと時間管理とバッテリー管理が厳しかったですね。はい、まあこんなところでしょうか。はい、まあ、ロケハンの甘さも目立ちましたが、はい、では次回はと言いますと、そうですね、まあ、次回は、まあ、そうですね、次ですね、はい、朝ですね、次は朝早くから行くかもしれませんね。はい、クリスマスイベントは朝早くから行きます。以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、第1次合体プロジェクトこれにて完全に終了です。はい、これで、マスオ立ての方も感想を述べました。はい。